Thank you.
こんにちは。ちょっと廃校の小学校外から撮影させてもらってます。なんか会社からがやってるんですか？ YouTuber ですか？そうですね、廃校ばっかり回って卒業生の方に載せてくださいよ。何かされてるんで？あ、竹灯籠を作ってます。あ、ですか。あ、どうぞどうぞ。なんか再利用されてる、しようとしてる方とかも。あ、再利用というかですね、ここ、はい、市のアーカイブって言って、はいはい、資料を置いてたんですよ。あ、よくありますね、歴史資料の。はい、それでそれが撤退になってもう潰されるんですけど。潰されるんですか？はい、ここがですか？はいはい、校舎が耐震で。あ、もったいないですね。先ほどの話だと、3年以内になんか壊されるということなのでかなり貴重だと思いますね。はい、ちょっとさっきもぐるっと撮ったんですけども、貴重な学校ですね。お宮地小学校、竹灯籠とかいろいろされてるそうです。はい、また懐かしい方ね、ぜひ一度戻ってきてみてはいかがでしょうか。あそこがプールになってるのかな。はい、プールの方もちょっと覗いてみましょうか。なんか耐震問題で壊されるというなんか予定だということで3年以内ぐらいじゃないかなということみたいですね。はい、プールがね、ありますね。はい、ありましたね。結構立派なプールですね。見えますかね、皆さんね。かなり立派なプールですね。はい、ありがとうございます。はい、という感じですね。はい、ということで、出会いがありましたので、何かね、また新しい動きをね、される方とつながるかもしれませんね。なんか未来をね、天草の未来を背負っている方とちょっとお話できて嬉しかったです。はい、ということで、大宮寺小学校の後からお届けしました。ありがとうございました。また、懐かしい方ぜひね戻ってきてみていかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。